城から、打って出た、中国人プレイヤーさんに、もてあそばれました。笑死我了，操！那护甲，操！この屈辱を晴らしたい。こんばんは。ぼちぼち、コンからやってます。シンデルです。今回は、中国人プレイヤーさん、お得意の、甲状腺守備からの、逆突撃にチャレンジしてみました。決まると、スーッと胸がすく思いがしますが、失敗すると、より、恥ずかしめを受けることになりかねないプレイです。どうぞ、お楽しみください。開始早々、お味方の牙が集結。これに便乗しました。果敢な突撃をためらった辺境竜騎兵さんがブラストヒアを投げてますが、私のグダグダ感は隠しようがないですね。あわわ。パラメイ顔を真っ赤にして中国人プレイヤーさんが追ってきました。味方の鉄砲に、鬱憤を晴らしている、人民解放軍さんに、無慈悲な、ブラストヒアをお見舞いしましたよ。ようやく、ワンアシスト。もう一つ、アシスト。帰り際に、最初の、顔真っ赤さんが、いました。お返しの、斬撃です。しかし、逃げられました。グダグダながら、一連の逆出撃で、23のキルと、2アシストをいただきました。便乗させていただいた、お味方の、おかげです、ね。門を出て、城壁で、A 拠点ダッシュに必死こいている、敵の背後に、回り込む、作戦です。A 拠点は落ちてしまいましたが、前のめりになっているはずの敵の背中を狙います。A 拠点に敵が残っていないのを確認して渋滞しているはずの階段方向へ。着飾った弓兵団を発見。マリオの1キルゲット。突っ込みます。殲滅。しめしめと帰還したいところで、またもや顔を真っ赤にした中国人プレイヤーさんに遭遇。とりあえず、投げおの逆に、追いかけました。が、狡猾な罠だったのか。二人がかりで、八つ咲きに、されました。ムカついたので、あまり考えずに、バイキングで出撃。手こずりながら、ようやく、殲滅も、武将を取り逃がす様は、イケてるとは、言えませんね。とりあえず何を言っているかわからないものの、たくさんおしゃべりを楽しむ中国人プレイヤーさんに太刀打ちするためにも腕を磨きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。留一队兵线放到大本呢，别让他们再冲了。后面有的进攻，后面有的进攻，
后面后面有的进攻，后面后面有的进攻。